セイラです。メイです。リナです。マリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回は一人だけ違うお題でお買い物してきたのは誰だという企画です。イエーイ。はい、みんなどういう意味だと思っておる、はい、あると思うんですけど、ワールドウルフのモノ版っていうか、うん、お題は、まあ、ワールドウルフと同じで一人だけお題が違くて、でみんなそれぞれお買い物をして誰がウルフなのかっていうのを当てるという企画でございます。簡単に言うと、うん、ちょっと難しそうだね。ね、うん、初めてなので、そう、頑張ろう頑張ってウルフを見つけたいと思います。はい、それではどうぞ。私が買うのは、朝にも食べれるし、お昼にも食べるし、お昼の後にも食べるし、夜ご飯の後にも食べれるものを買いに行きたいと思います。コンビニ行きます。バイバイ。パンを買ってきました。パンって言ってもがっつり系のもの買ってきました。で、みんなでウルフを当てていきたいと思います。ということで、私は近くに、おーって近くにですね、ファミレスがあるので、そこで買おうかなと思っています。じゃあ入ります。あるかな。私はラーメンを買いたいと思います。やっぱ深夜って言ったらラーメンじゃない？たまに食べたくなるんですけど、よくないから、どれにしよう。はい、ということで買ってきました。ではね、早速お題を言わずにこれだけ見せて、まあ、いろいろお話ししていきたいと思います。はい、制限時間は3分でいきたいと思います。はい、それでは、はい、よーい、スタート。はい、私はラーメンを買ってきました。おー。私はヨーグルトを買ってきました。おー。私はパンを買ってきました。おー。私はパンです。え、わかんな。でもマリアちゃんとはなんか同じな気がする。こうなんか結構カロリーいってるような感じ。そうだよね。まあこのお題にはこれを食べたいみたいな。私もこのお題をこれが食べたい。私もこのお題はこれが食べたい。え、待って、分かったかもしれない。え、理由は？え、何何？言っちゃダメだよ、答え。言っちゃダメだよ。答え言わずに理由を。どう言えばいいんだろう。お題を出さずに。うん、私は。そんな食べないかなと思って。もう偉い。これです。ゆずもあんま食べないで。こんな食べないし、美味しいので。これはがっつり食べたくて、あ、見たこともなかったから。うん、いい、ね。食パンにされて、甘いもの食べる。え、はい。絶対一緒、絶対一緒、ここ絶対一緒だよ。あのさ、ゆずはちゃんとは似たものを感じてるのすごく。そうだよね。ここ、なんか似てるの。え、似たり？だってさ、あれだってさ、あれって言ったらもうこれじゃない。え、これだよね、うん、これじゃない。だってさ、うん、体型管理みたいなのを、うん、している場合はこういうのかもしれないけど、うん、してなくてもうどうしても食べちゃえっていう時はこれの気がするんだよね。いやでも自分は体型管理とか関係なく、なんて言えばいいんだろう、関係なく食べれないので量がこれですかね。自分の体型っていうか体質だと、うん、この量かな。残り30秒。現実的に言ったらこういうの。うんうんうん。こういう。うんうんうん。こういうやつ。なるほど。で、ちょっとなんか食べたいってなった場合はこういうやつ。なるほどね。で、このお題来たからこういうのにしようと思って、うん、それにしました。なるほど。
でもマリアちゃんだとね迷った。うん、わかる。うん、いい、残り10秒。パンがいいよね。そう、パンがいい。パンがいいよね。パンが好き。5、え、難しい。難しい。3、2、分かった。1、終了。じゃあ、1人だけお題、この人違うって思った人、みんなで一斉の背で刺そうね。はい、はい、決まった？はい、決まりました。一斉の背。わぁみんなレイラ。怖い怖い。レイラちゃん、うん、いやいやいや、レイラは絶対自分じゃないと思った。うん、うん、うん。じゃあユズの理由をレイラから。まずなんか普通になんかあんまり喋ってないなって思ったのと、なんかここは合ってて、でここもなんか話してて、ああ合ってるなみたいな。で残りはちょっとこの子だったので選びました。じゃあ他の3人、レイラだった理由をちょこっと。レイは自分の伝えられたお題との共通点を探した時にレイラちゃんだけちょっと違うんですよ、うん、他の2人は納得できるんです、うんうん、いやもうマリアちゃんの分かる、分かるよね、分かるよね、うん、分かる。出てきた瞬間、おってなりましたね。嘘。でもすごく自信満々に話してたからちょっと混乱しかけたけど、やっぱでもちょっとおってなったから、私はレイラちゃんかなって なったね。うんうん、同じお題で、これは重い。重い、重いんだ。もっと軽いのにすればよかった。で、まだまだ分かんないけどね。うん、分かんないよ。じゃあマリアから自分のお題言ってく。結構パン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 って言っててね。はい、どうぞ。朝に食べたいもの、朝に食べたいもの、朝に食べたいもの、深夜に食べたいもの。あということで、ウルフはレイラでした。破れたね。いや、お題が悪い。朝と深夜は違う。普通にだってお菓子とかにしようと思ってた。うん、おってなって、うん、朝ってえと思ったの。なんかだ、うん、辛いやつ、辛いしね。出てきた瞬間にちょっと確信しちゃって、もう分かったって、うん、でも菓子パン2つ出てきたから、どっちだろうとはなります。うーん、半分ずつ食べます。あー、そうなんだ。全部食べるわけではない。なるほど。パンはね、普通に朝食べるし、ヨーグルトも食べるし、フルーツも食べるし、うんってなりますよね、やっぱ。朝からカップラーメンそれに食べるは苦いなって思かった。そのレイラちゃんが朝からそんな食べなさそうだし。普通に喋りすぎ。結構喋ってくれてたから。喋りすぎたのと、ちょっとお題が悪かった。ちょっと難しかった。そうだね、だって逆曲げてるし、うん、そうだね、うん、まあ普通にこれちょっと食べてみたいなと思ってたので、そういう気持ちも含めてこれを選んだ。市場も挟んであると別のお題でもやってみる。そうだ ね、うん、今回のお題ちょっと簡単目だった。まあ確かに、まあ次回は、次回ちょっと最初としてちょっとやりたいなと思います。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。